大谷武晴のマイロードラジオ。名古屋在住のシンガーソングライター大谷武晴です。さあ今年も、今日で終わりです。初詣に向かう車の中などで聞いてくれてる人もいるのではないでしょうか。僕はこの後近所のお寺に除夜の鐘をつきに行って、明日は大須観音に初詣に行きますよ。それでは今年最後の放送もどうぞお付き合いください。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りします。インターネット工事は C キューブグループにお任せください。無線 LAN が使いたいんだけど C キューブグループにお任せください。まさかクラウドサービスはやってないよね。それも C キューブグループにお任せください。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。はい、本日はラルクアンシエル大好きな C キューブ株式会社の塚原優馬さんをお迎えしています。塚原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、25歳でねラルクアンシエルが好きって。はい、はい、ラルクは結構僕ら世代なんですけど。そうです ね僕もやっぱり高校生の頃からはいバンドをやってたので、ね、さっきそうバンドの話で盛り上がってたんですよね。はい、そうなんですよ、ね。はい、非常に落ち着いた25歳で、いえいえ見習わないとなと。内心バクバクです。はい、まあ、今日大晦日のね、はい、放送ということなんですけども、はい、普段塚原さんはどんなお仕事をされてるんですか。はい、普段は携帯電話の基地局の工事をしてるんですけども、はい、主にビルや商業施設の建物の内の電波が悪い箇所の対策の工事をしています。はあ、なるほど。結構あれですよね。地下の方に入ると電波が届かないとか結構ありますもんね。はい、そうなんですよ。そういった地下の部分は基本的には対策しないと電波が通らないので、はい、そういった部分を対策の方をさせていただいております。じゃあ僕がよく行くお店で地下の店があって、はい、最近電波が入るようになったんですよね。はいはい、まあ、そういうのはやっぱ本当に CQ さんとかが一生懸命作業してくださってるおかげもあるんですね。そういった対策しております。はい、結構でもそのやっぱ地下って僕らのイメージだと電波とかって単純に飛びにくいイメージがあるんですけど、はいはい、その辺の苦労とかってやっぱあります。そうですね、まあ、やっぱり実際の工事する側としては、はい、うん、その建物内での、はい、その時間のこの時間からこの時間にやってくれだとか、そういった規制があったりすると、あ、そうか、建物だからこの時間しか営業してないよとかいろいろありますもんね。そうなんです。そういった限られた時間の中で、まあ、できるだけその日やっておかないこと、いけないことを はい、やるべきいろんな段取りが。そうですね。なるほど。その辺もじゃあ、まあ、事前に結構打ち合わせをして。そうですね。密なちょっと打ち合わせをして、はい、実際に作業に臨む形になります。すごく、こう、電波っていうのは目に見えないので、はい、すごく難しいイメージがあるんですけど、はい、その辺もやっぱ段取りの中に含まれてるんですもんね。調べたりとか。そうですね。実際に事前に調べたり。はい、してるところも含めて段取りさせてもらってますので。結構大変な作業ですね。そうです、作業的には大変ですね。あの結構こう大晦日とかね、はい、そうお正月になると、はい、結構外とかだと、はい、あの昔に比べると携帯とかもね、はい、つながりやすくなったりとかするんですけど、はい、やっぱ屋内とかのその辺っていうのは対策とかもやっぱ変わってくるんですか。はい、そうですね、もうここ最近はどんどん屋内の対策もしてますので、まあそういった大晦日、たくさん人が皆さん使われると思いますので、はい、うん、最近ですともうそういった電波全く使えないっていうことはないと思いますね。そうですね。本当ね、感謝しなきゃいけない。さあ、そんな塚原さん、25歳なんですけど、どうですか、はい、今年1年を漢字一文字で例えると。ちょっと難しい質問かもしれませんが。そうですね、漢字一文字ですと、はい、成長の成っていう字ですかね。はい、はい、
ってことは来年に向けてどん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 成長して、ね、はい、はい、まあ、これからも後輩とかもね、はい、もっと入ってきたり、そうですね、立場的にも上になってきますもんね、はい、そうですね、はい、まあ、非常に本当落ち着いた25歳なので、これからもね、はい、若い力いっぱいで、はい、そうですね、はい、ね、まだ僕らが快適に携帯とかもね、はい、使えるように、はい、これからもよろしくお願いします、はい、頑張ってください、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、来年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではここで一曲をお届けします。聞くだけで自律神経が整う CD ブックの中から、大谷武春で我が道。お送りしましたのは、聞くだけで自律神経が整う CD ブックの中から、大谷武春で我が道でした。 C キューブさん、パソコンの設定の仕方がわからないんだけど。お任せください。家中どこでもタブレットを使いたいの。お任せください。かっこいい彼が欲しいな。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。人と技術と感動通信、 C キューブグループ。はい、今年もあと数時間で終わってしまいます。先ほどね、塚原さん、来年の抱負漢字一文字でってね言いまして、成長のせいっていうふうにおっしゃってくださいましたけども、ぜひあなたもですね、来年の抱負、ね、目標を漢字一文字なんかで教えていただけたら嬉しく思います。そして明日、ね、正月はですね、こんな初夢見たよとか、そんなメッセージもぜひ教えてください。宛先はメールはtaki@tokairadio.co.jpファックスは 052-961-0077。 はがきは郵便番号 461-8503、 東海ラジオ、いずれも大谷武春のマイロードラジオまでお送りください。それではまた来年も聞いてください。大谷武春でした。バイバーイ。この番組は C キューブ株式会社の提供でお送りしました。明日へ導き運ぶだろう。